左からヘンリー・ラス・ボーン・少佐、クララ・ハリス、メアリー・トッド・リンカーン、エイブラハム・リンカーン、ジョン・ウィルクス・ブース・リンカーン大統領暗殺事件は、南北戦争の最末期、1865年4月14日、金曜日午後10時頃に、ワシントン DC で起きた暗殺事件で、最初のアメリカ大統領暗殺だった。エイブラハム・リンカーン大統領は、フォード劇場で、 スマミアリー・トッド・リンカーンらと、我らのアメリカのいとこの感激中に、ジョン・ウィルクス・ブースに撃たれた。リンカーンは、翌朝、1865年4月15日土曜日の午前7時22分に、ウィリアム・ピーターソン宅で死亡した。リンカーンを殺害したブースは、俳優で、アメリカ連合国のシンパであった。ブースは同志であったルイス・パウェルに、国務省長官。 ウィリアム・スワード暗殺も命じていた。ブースの狙いは、リンカーン、スワード、副大統領、アンドリュー・ジョンソンを暗殺することで、ワシントンを混乱させ、合衆国政府の転覆を起こすことにあった。ブースは、リンカーン暗殺には成功したが、政府に揺さぶりをかけるという彼の思惑は外れた。スワードは負傷はしたが命を取り留め、 ジョンソン暗殺を命じられていたジョージ・アツェロットは暗殺に踏み切る度胸がなく何もしないままにワシントンを離れた。ジョン・ウィルクス・ブース・ブースはもともとリンカーンを誘拐して南部へ連れ去り合衆国政府に対して捕虜収容所に抑留されている南軍捕虜の解放を強いるつもりであった。ブースはこの計画のための同志を集めていった。こうして集まったのが サミュエル・アーノルド、ジョージ・アッツェロット、デイビッド・ヘロルド、マイケル・オロフレン、ルイス・パウエル、ジョン・サラットらであった。その頃、サラットの母メアリー・サラットは、メリーランド州サラッツビルにあった下宿屋を引き払って、ワシントンに今日移していた。ワシントンのサラットの家をブースが、足しげく訪れたことから、メアリー・サラットが、ブースのアジトを提供するために、 ワシントンに移ったと球断されることになる。ブースは1865年3月4日に行われたリンカーン大統領の2期目の就任式にゲストとして参加していた。ブースが参加できたのは恋人のルーシー・ヘールのおかげであった。ブースは後にあの就任式の日ならリンカーンを殺すことができたと語っていた。1865年3月17日。 ブースは仲間たちに、リンカーンが、キャンベル陸軍病院での劇、水は深きを流れるを鑑賞する予定であることを告げた。ブースは、仲間と共に、ワシントンの外れにある食堂で待機し、病院から戻るリンカーンを待ち伏せして誘拐しようと、した。しかし、リンカーンは病院には向かわず、ナショナルホテルでの、 第140インディアナ連隊が獲得した南軍の軍機を知事に想定する儀式に参加して演説を行っていた。皮肉なことにそこはブースの泊まっていたホテルであった。1865年4月10日、南軍のロバート・イーリー将軍が率いる北、バージニア軍がアポマトックス・コートハウスの戦いで北軍に降伏し、その時点でこの戦争は事実上終結に、 向かい始めていた。もはや、リンカーン大統領を誘拐して、南軍の捕虜を解放させたところで、戦争継続も、南部を救うことも事実上不可能な状況だったが、翌日リンカーンは、ホワイトハウスの前で黒人の参政権を認めたいと、演説し、それを聞いたブースの胸に殺意が宿った。ブースが実際に、リンカーンを殺すために使った銃。 現在はフォード劇場国立史跡に飾られている。ブースが、リンカーン誘拐計画を諦めた頃、南部連合はすでに崩壊寸前だった。東部の主力であった北バージニア軍はすでに降伏しており、西部は、ジョセフ・ジョンストン将軍率いるテネシー軍が、まだ存在していたもののウィリアム・シャーマン将軍率いる北軍に猛追されていた。 それ以外の戦線でも南軍の配色は濃く、南部人の多くが希望を失っていたが、ブースだけはまだまだ南部はやれると信じて疑わず、その決意を日記に記している。ブースは、リンカーンと副大統領のジョンソン、国務長官スワード暗殺に成功すれば、合衆国政府は混乱し、再び南部連邦が、主導権を握り返せると考えていたのである。アチェロットは、 自分は暗殺などしたくない、誘拐というから、仲間に入ったのだと言い出したが、ブースは、アセロットに、今更遅いと言った。しかし、ブースもアセロットでは、暗殺をやり遂げられないと見たのか、フォード劇場に向かう途上、新副大統領ジョンソンのワシントンでの宿舎である、カークウッドハウス前でアセロットを降ろし、メモを書いて、副大統領に渡すよう命じた。メモには、 お邪魔するつもりはありません。ご在宅でしょうかブースと書かれていた。このメモの意味をめぐっては、様々な憶測がされたが、最も角度が高いとされる説は、ブースがアツェロットには暗殺は無理と見て、後からジョンソンも共犯であったかのように見える工作を行ったというものである。なお、メモはブース自らフロントに託したという説もある。ブースは続いて、 パウエルに、スワード殺害に向かわせ、ヘロルドには、スワードの案内を命じて待機させた。リンカーンと妻のメアリーは、ローラ・キーン主演の、我らのアメリカの一歩子を見ることにしていた。リンカーン夫妻は、南北戦争による公的なストレスと1862年にサン、サナン・ウィリアムが死んだことによる私的なストレスを、抱えていた。劇を見て、 精神的にリラックスしたい思いがあった。リンカーン夫妻は一緒に感激しようと何人もの人に声をかけていたが、ことごとく断られ、ヘンリー・ラスボーン少佐と婚約者のクララ・ハリスのみがこの誘いを受けた。大統領夫妻は会演後にフォード劇場に到着、ボックス席に入り、大統領が左側のロッキングチェアに座った。リンカーンが会演に間に合わなかったのはホワイトハウスで、 ミズーリ州選出議員ジョンビー・ヘンダーソンの陳情を受けていたためであった。彼は大統領に南北戦争においてスパイの疑いで死刑を宣告されていたジョージ・ボーンの恩赦を求め、それに成功した。これがリンカーンの大統領としての最後の職務になった。午後9時頃、ブンスはフォード劇場の裏口に到着し、この劇場で働いていた。 顔見知りのエドマン・スパングラーに自分の馬を預けた。スパングラーは馬の手綱を持っておく仕事を劇場でピーナッツを売っていたことからピーナッツと呼ばれていたジョセフ・バローズに委ねた。俳優としてフォード劇場を知り尽くしていたブースはリンカーンのいるボックス席に入り込みドアに突っ替えをした。メアリー夫人はリンカーンが自分の手を握っていたので ハリス城が見たらどう思うかしらと夫をたしなめた。大統領は別に何とも思わないさと答えたが、これが彼の最後の言葉になった。ブースは大統領の背後に近づいて後頭部めがけてデリンジャーピストルで銃弾を発射した。撃たれた大統領は椅子に座ったまま前のめりになった。これに気づいた、ラスボーンはすぐさまブースに飛びかかったが、 ブースは手に持っていたナイフを振り上げて、ラスボーンめがけて切りつけた。一瞬ひるんだ。ラスボーンは舞台に飛び降りようとするブースを取り押さえようとした。ブースは手すりを越えて舞台に飛び降りたが、かかとについた白車が飾りの旗に引っかかって足を取られた。不安定な姿勢ながら、なんとか舞台に飛び降りたブースはナイフを掲げ、 観客に向かって、クセンペルティラニスと叫んだ。これは、バージニア州のモットーであった。ブースはすぐにキビスを返して、舞台の裏手に出て、劇場の裏口から待たせてあった馬にまたがった。観客の中でこれをすぐに追いかけた者もいたが、ブースは逃げ去った後だった。ブースは、ヘロルドと合流すべく、海軍基地の橋へ向かった。逃走時、ブースは、 ある時点で、足の骨を折っている。一説によれば、馬から転落して折ったのだが、新聞にそう書かれるとみっともないと思ったブースが、舞台に飛び降りた時に折ったとしたと言われる。骨折というアクシデントはあったものの、ブースは、劇場内で、リンカーンを暗殺するという、際どい計画をやりきった。US ニュースワールドリポート氏は、もし、リンカーンが、 同じような傷を受けたのが現代であれば、彼が命を取り留めたことは、間違いないと報じている。ブースは、ルイス・パウエルに、国務長官のウィリアム・スワード殺害を命じていた。この時、スワードは一週間ほど前に起きた馬車での事故によって、床に伏していた。スワード帝は、ホワイトハウスにほど近いワシントンのラファイエット・パークに、あった。パウエルとヘロルドは、 ブースの指示通りスワード体にをもむいた。ブースが、パウエルは、度胸と腕力はあるが、ワシントンの地理に疎く、ヘロルドは、地理には精通しているが、人を殺す度胸がないと見たため、二人をペアにして行動させたのである。パウエルは、武器として、南北戦争の頃人気があった大型銃、1858年式の、 ホイットに回転式拳銃と大きな防衛ナイフを所持していた。ヘロルドが逃走のための馬を用意して、スワード邸外に待機すると、パウエルは10時過ぎに、スワード邸の扉を叩いた。使用人のウィリアム・ベルが応対した。パウエルは、ブンスの指示通り、ベルディ医師の指示で国務長官の薬を持参したという口実を述べた。パウエルは、 国務長官に直接口頭で説明するよう指示されているので面会したいと言って譲らなかったためついにベルは邸内に招き入れたパウエルは邸内に入ると3階の寝室を目指した階段を上り切ったところでスワードの息子で秘書をしていたフレデリック・ウィリアム・スワードが出てきてパウエルをとどめ押し問答になったパウエルは先ほどの口上を繰り返したが フレデリックはこれに疑いを抱き、父はもう寝てしまったと言って追い返そうとした。このやりとりが聞こえたため、スワードの娘で父の看病をしていたファニー・スワードは面会者かと思ってドアを開け、フレデリックにお父様は起きていらっしゃるわと声をかけて室内に戻った。パウエルはこれによって国務長官がどの部屋にいるかがわかった。パウエルは 一旦諦めて帰るふりをして、突然階段を上がり、同時にリボルバーを引き抜いて、フレデリックの頭に突きつけた。パウエルは間髪入れず、引き金を引いたが不発に終わったため、重傷で何度も、フレデリックの頭を強打した。フレデリックは血まみれになって倒れ、殴った衝撃で、銃は壊れてしまう。スワードとパウエル娘のファニーは、この乱闘の音を聞いて、 何事かと思い、再びドアを開けた。そこには混沌した兄と、部屋に突き進んでくるパウエルの姿が見えた。パウエルはあっけに取られるファニーを尻目に、室内へ乱入し、ベッドで寝ていたスワードに向かって、ナイフを振り下ろした。しかし、ナイフを握る手に力が入りすぎていたために、手元が狂って二度狙いを外すも、三度目に、スワードの方を大きく切り裂いた。 再びパウエルがナイフを振り上げたときは、スワードの軽動脈を守るものは、首のネックレス以外何もなかった。その時、毎発部屋に飛び込んできた、看護兵のジョージ・ロビンソン軍曹と、スワードの息子のオーガスタス・スワードがパウエルに飛びかかり、スワードへの致命傷を食い止めた。オーガスタスは、隣の部屋で寝ていたが、ファニーの叫び声を聞いて、部屋に飛び込んだ。 ファニーは窓から外に向かっても叫んでいたため、これを聞いたヘロルドは長いは危険と察し、パウエルを見捨て、馬に乗り単独でその場を離れた。え、ロルドが逃げたため、パウエルは、オーガスタス、ロビンソン軍曹、ファニーの三人と組み合う形になっていた。ベッドのスワードの顔からは激しく流血していたため、パウエルは、スワードに、致命傷を与えることに成功したと思い、 階段を降りて逃走した。この時、屋敷の外に走り出たパウエルは、俺は行かれてる、俺は行かれてると叫んでいたというが、理由は不明。パウエルは、ヘロルドの残した馬の手綱を取って逃げていった。ブースは、ジョージアツェロットに副大統領、アンドリュー・ジョンソン暗殺を命じていた。ジョンソンは、ワシントンのカークウッドホテルに滞在していた。ブースの予定では、 アチェロットが午後10時15分に副大統領の部屋に押し入って銃で暗殺する手はずになっていた。1865年4月14日、アチェロットはカークウッドホテル126号室に投宿した。しかし、アチェロットには暗殺を実行する気がなく、近くのバーで酒を飲みながら時間を潰し、やがてワシントンの街に出て行った。 暗殺事件の翌日、4月15日土曜日に、ジョンソンの警護のため、憲兵隊が、カークウッドハウスを捜索した際、すでに逃亡していたアセロットの部屋から大量の武器や、メモが押収され、これが、一味の陰謀を裏付ける、最初の重要な証拠となった。アメリカ合衆国旧陸軍省長官、エドウィン・スタントンの名のもとに作成された、ブース、スラット及び、 ハロルドの指名手配書陸軍長官指示の下で、合衆国史上最大の捜索が開始された中、ブースはヘロルドと落ち合うことに成功したが、足をくじいていた。サラッツビルに置いていた、闘争用の道具を手に入れた二人は、南軍の協力者のネットワークを利用しながら、新南部を目指す、闘争の都につき、南軍の工作員であったサミュエル・マッド医師の自宅を目指した。 医師は、ブースの足が折れていたため簡単な治療を行い、サミュエル・コックスのもとへ二人を向かわせた。さらにコックスの手引きで二人は、トーマス・ジョーンズに引き合わされた。ジョーンズは二人を森の中にかくまい、追っ手の目を盗んでポトマック川を渡り、南軍支持者の多いバージニア州に逃げ切るようボートと、打心板を与えた。五日後、ようやく、 ポトマック川を渡った二人は4月24日に、ボーリンググリーン近くのリチャード・ギャレットなる人物の農園にたどり着いた。二人は自分たちが南軍の兵士であると言ったため、ギャレットはこれを信じて二人をもてなし、家に泊めた。しかし、翌日になって、ギャレットの家族は二人の言葉に疑いを抱き、タバコ倉庫で寝てほしいと頼んだ。二人が倉庫へ入ると、 馬などの盗難を恐れた、ギャレットの家族によって外から、密かに鍵がかけられた。そこへ、ポトマック川を捜索中に偶然職質を行った、二人組から犯人らの情報を得た、ルーサー・ベイカー中佐、エドワード・ド・ハティ中尉エバートン・コンガー隊さらに引きられた、捜索隊の兵士たちがやってきて、ギャレットらを尋問し、ブンスらの居場所を聞き出すと倉庫を包囲した。 4月25日夜半、26名の騎兵隊によって、ブースとヘロルドの立てこもれ倉庫が包囲された。騎兵隊が投降を勧告するとヘロルドは投降したが、ブースはこれを拒否した。コンダーの指示によって、小屋の周りに焚き火が積まれ、火が放たれた。その後、ボストンコーベットという名前の軍曹が、倉庫の中で火に照らされているブースの姿を捉え、背後から銃撃した。 銃弾は、ブースの首を貫通し致命傷を与えた。偶然にも、この位置はブースがリンカーンに与えた傷に非常に近かった。倒れたブースを兵士たちが火の中から引きずり出し、ギャレット家のポーチへ横たえた。兵士の一人が、ブースの首に包帯を巻こうとしたが、ブースは断り、かすれた声で、母に私は、国のために死んだと伝えてくれと言い残した。 ブースは脊椎を打ち抜かれていたため、首から下は全く動かなかった。ブースは呼吸も困難な苦痛に苦しみながら、動かない手を見て、役立たず、役立たずと言った。これが、最後の言葉になる。そして4月26日早朝、ブースは息を引き取った。公主刑を執行されたサラット、パウエル、ヘロルド、アツェロットブースは死んだが、 共犯者として捉えられた8名の裁判が、軍法会議の形で行われた。この裁判が、一般の裁判でなく軍法会議の形を取ることに、対して、非難の声が上がった。審理は7週間にわたり、366名の、証人が関門された。判決は7月5日に下り、8名全員が有罪となった。メアリー・サラット。 ルイス・パウエル、デイビッド・ヘロルド、ジョージ・アツェロットが、公子系、サミュエル・マッド、サミュエル・アーノルド、マイケル・オロフレンは、終身系、エドマン・スパングラーは、懲役6年となった。ブースの日記については、裁判で、スタントン陸軍長官は発見されていないとしていたが、後に発見されたと裁判に提出した。ただし日記は、暗殺事件の期間24ページが破られていた。 サラット、パウエル、ヘロルド、アチェロットの公主刑は7月7日に執行された。メアリー・サラットはアメリカ合衆国政府によって処刑された、最初の女性となった。オロフレンは1867年に、大熱病で獄死。マッド、アーノルド、スパングラーは1869年に、ジョンソン大統領による御社を受けた。エイブラハム・リンカーンは暗殺された。 最初の大統領になり、アメリカの歴史に大きな影響を与えた。国中がリンカーンの死を痛み、全国でブースへの支持を表明したものには、激しい攻撃が行われた。リンカーンの死の2日後の復活祭には、全国の教会で追悼説教が行われた。1865年4月19日に行われたリンカーンの葬儀には、数万人の人が押しかけ、 彼の遺体が列車に乗ってニューヨークからイリノイ州スプリングフィールドまでの2500キロメートルの早々となり道中では数十万人がこれをいたんだ。リンカーン記念館ユリシーズ・グラントは最も偉大な人物であるとリンカーンを激賞し南部出身のエリザベス・ブレアも南部のシンの者たちは自分たちにとって二度と 見つからない友人を失ったことを知っていると述べた。リンカーン記念館は1922年にオープンした。リンカーンの死を受けて大統領職を継いだアンドリュー・ジョンソンは史上最も不人気な大統領の一人に数えられている。彼は1868年に会員の弾劾決議を受けたが上院での投票で一票差で辛くも失職を逃れた。スワードは 傷が癒えると職務に戻った。後に彼は国務長官としてロシア帝国からアラスカを買い取った。これは当時スワードの愚行と批判された。結局リンカーンが暗殺されたことで北部が崩壊するようなことはなく、またこの時点では南部の方もこれを幸いと戦争を継続する意思がなかったため南北戦争はそのまま集結することとなった。 南部の大統領であるジェファーソン・デイビスは最後までゲリラ戦を主張して降伏を認めようとしなかったが1865年4月26日にはテネシー軍指揮官であるジョンストン将軍が大統領の命令を無視してシャーマン将軍に降伏。それ以後もなだれ的に南軍部隊が北軍に降伏して行ったため南部連合は実質的に崩壊した。 デイビス大統領も5月10日には拘束され、5月26日には、この時点で、まだ存在していた、南軍部隊で、最大規模のミシシッピ県方面軍の、エドマンド・カービースミス大将が、エドワード・キャンビー将軍率いる北軍に降伏しており、南軍も事実上消滅した。統制された部隊として最後に降伏したのは6月23日に、 降伏したスタンドは T 順章を率いる部隊が最後だとされているが南北戦争が実質的に終結したのは北バージニア軍が降伏した4月9日だとされている。だからといって影響がなかったかといえばそうではなく南部の合衆国復帰に関しては恩恵派だったリンカーン大統領が暗殺されてしまったことで旧新派共和党員が議会での実権を握り 南部に対して過酷なレコンストラクションを強いることとなった。しかもこの政策が過酷すぎたため逆に南部におけるリディーマーやクークラックスクランの台頭を招き南部をが衆国に復帰させるどころか逆に溝を広げる結果となった。また南部の黒人奴隷たちは奴隷身分からこそ解放されたものの数々の隔離政策によって差別されることとなった。 ブースはリンカーンが共和制を廃止し、絶対君主制をもたらす、可能性を危惧しており、自分のことをブルータスになぞらえていたとされるが、皮肉なことにブルータスと同じようにその暗殺は、問題を解決するどころか無駄に複雑にし、南部の民衆を苦しめただけであった。ありがとうございます。